ローレンス・ティベットローレンス・ティベットはアメリカ合衆国のバリトン歌手。強靭な声、大声量、滑らかなレガート、優れた演技力によって第二次世界大戦前の最も有名なバリトン歌手の一人として知られ、ニューヨークメトロポリタン歌劇場を本拠に多くの出演を行った。日本語文献では、姓はチベットとも表記される。なお、本来の姓はティビットと綴る。 1896年、カリフォルニア州、ベーカーズフィールドに、同地の副保安官の三男として生まれる。7歳の時父親は、ギャングとの打ち合いで殉職、ティベットは、家父となった母及び刑事と共に、ロサンゼルスに転居し、やがて同士の演劇、音楽学校に進んだ。同校で音楽ばかりでなく演技、フランス語やドイツ語も習得できたことは、後年に役立つことになるが、 1915年、19歳で卒業した当時のティベット青年は演劇俳優、歌手いずれの道に進むか決めかねていたらしい。サンフランシスコで歌手としてのリサイタルを催し、成功する一方、西海岸の初演劇場でシェイクスピア劇への出演も続けていた。1922年になり、ようやく歌手としてのキャリアを自らの進路に定めたティベットはニューヨークに移る。 苦労しつついくつかのリサイタルの機会を得、その美声で注目を集めた彼はメトロポリタン歌劇場との1923年から24年シーズンの契約に成功する。メトでの初舞台は1923年11月24日、ムソルグスキー、ボリス・ゴドゥノフのイエズス奏、ラビツキー役だった。なお同公演のプログラムにティベットの名はティビットと誤植され、彼は以降その名を 舞台上だけでなく私生活でも使った。ティベットのキャリアが飛躍を遂げたのは1925年1月2日、メトデノベルディ、ファルスタッフ公演であった。メトにとって15年振りのファルスタッフ公演として、シキトリオセラフィン、大名役に、メイバリトン、アントニオスコッティなど、有名キャストを配した。この舞台で、ティベットは、第2バリトンとして、ード役を歌い、第二幕でのモノローム、 夢か、現実かで、主役スコッティオも食うほどの大絶賛を受けた。このファルスタッフ以降、ティベットはメトの筆頭バリトン歌手としてイタリアもの、フランスものを中心として活躍した。豊かな肺活量を生かした大声量、滑らかなレガート、性質を役柄に応じて器用に変化させる能力は1930年代を 通じて評論家の高評価を得ていた。特に代表的なベルディバリトンとしてリゴレットの代名役、椿姫の父ジェルモン、シモンボッカネグラの代名役、運命の力のカルロ役、そしてオテロのヤーゴ役で高い評価を得た。それらの公演の多くはメトが1931年から開始したラジオ生中継のエアチェック音源によって今日でも鑑賞可能である。 またレコードの商業録音も豊富に残されている。メトの舞台には生涯で49役、延べ602回登場したほか、シカゴや地元サンフランシスコオペラにも頻繁に出演した。一方、豊富な舞台経験を生かしてハリウッド映画にも多く登場。うち1930年のミュージカル映画、圧巻の歌、ザ・ローグ・ソングで主役を演じたティベットは、 同年度アカデミー賞主演団友情にノミネートされている。ところが、1940年頃からその美声には急速に陰りが生じる。同年春に悪天候下の屋外で行ったコンサートに起因する生体の障害からとも、女性問題、離婚など、私生活の乱れを原因とするアルコール使用障害が原因とも想像されている。1941年から42年の シーズン頃からは、レナード・ウォーレンなど、より若手のアメリカ人、バリトン歌手が台頭し、音楽批評でも、ティベットは、次第に、過去の人扱いをされることになった。戦後は、メトでも2009の扱いに甘んじ、1950年3月24日、ムソルグスキー、ホバーン・シチナのイバーン・ホバーン・スキー区役を最後に、メトを去った。その後ベットは細々とオペラ出演を続け、 時には、ブロードウェイで、ミュージカルや舞台劇に出演するなどしたが、飲酒に起因するトラブルでの習慣、保護治療施設への入所などを繰り返し、ほとんど社会から忘れ去られた存在として1960年7月15日、他界した。自宅の床で滑り、テレビ受蔵機の角に頭を強打したことによる、障害事故死であった。ありがとうございます。